待ち合わせのあの場所で笑い合う子供たちを眺めながら君が来るのをずっと待っていた。私は世界が悪いと思います。こんな世界全てなくなってもいいかも。なんて思ったりしませんか。だから私はいつも、だからそんな弱い者へのしわ寄せで辻褄を合わせるなんて、私は。あれ何してんの。シーナおかえり。ヒロちゃん病気。私帰ります。シーナちゃんの顔を見に来ただけだから。私も帰る。ヒロちゃん、夕ご飯食べていかない？アキラちゃんも。ただいま。おかえりなさい。え、何？鍋だよ。そうか。ヒロちゃんはわかるけど。さくらちゃん。お友達だよ。こんばんは、さくらあきらさん。これからも仲良くしてやってください。こちらこそ。よし、ぼちぼちいいんじゃないかな。うん、たくさん食べてね。さあ、遠慮なくどんどん食べて。あ、これも、もういいんじゃないかな。おいしい。うん。あち。なった。そうそう、この前さ。たくうちのお父さんしょうがないんだよ。料理しよう。今度は中華にしようね、お父さん。ああ、そうだな。中華もいいな。いつでもいらっしゃい。ありがとうございます。本当に送っていかなくていいのかい？大丈夫です。ああ、こういう時に車があるとな。ヒロちゃん。なんかその、大丈夫？
ありがとう、シーナ。今日は楽しかった。私も、なんだかほっとできました。じゃあ、うん、また明日。シーナちゃん、おやすみなさい。おやすみなさい。おやすみなさい。おやすみ。店を手伝わねえ不良なんてうちにはいらねえんだ。分かってんのか。ったく。ヒーローちゃん。見つけた。会いたかったよ、ヒロちゃん。ヒロちゃん家にお見舞いの電話したらね、学校行ったって言うし。電話したの？うちに？あらまあ、優等生のくせにサボりはダメですよ。さあ、学校行こっか。楽しくやりましょうね。ごめんごめん。何やってたの？行くよ。ヒロちゃん、ノートを取っといてあげようかなと思ったんだけど、ごめんね、やめちゃった。私今日でも今日の理科の実験、ヒロちゃんのためにしっかり再現してあげる。テスト受けなかったんだからいいでしょ。そんなのダメに決まってるでしょうが。70点以下を取ったっていう事実が大切なんだから。そんな。ヒロちゃん、初めてだよね。じゃあ行ってみようか。いやいや、しっかり押さえてな。暴れると帰って痛いよ。騒ぎしちゃって、まだこれからだもん。よかったね、ヒロちゃん。王子様だ。水島くん、チャンスだ。やっちゃえ、やっちゃえ。シーナに言うぞ。貝塚。
ってしまう。何？シーナには言わないで。だってよ。言わないで。私帰る。ただいま。ひろこ、今日はどこへ行ってた？塾まで休むくらい大切な用事なんだろうな。もういい、部屋に行ってなさい。はい。ですから、迷惑だと申し上げている。うちの娘と、いえ、育ちが違うわけでしょう。子供の自主性、親が子供の将来を考えてそれを正すのは当たり前のことじゃないですか。とにかく、うちの娘に悪い影響が出ているのは事実として受け止めていただきたい。先ほど申した通り、そういうことでお願いします。では、ごめんください。電話何？仕事の人。ふーん。どこにかけてたの？お前には関係ない。部屋に戻って今日の塾の分の勉強をしな。シーナのとこ？聞こえてないのか？部屋に戻って。ヒロコ、誰か来ているのか？お前は一体。何？はい。あ、俺、水島。ちょっと話があって。あ、何？今頃。あの、さっきのこと気になって。俺、貝塚のこと守るよ。水島は椎名のことが好きなんでしょ？よくわかんないけど、貝塚のことなんかほっとけないって気持ちになっちゃって。どうして今頃？あ、さっき言ってくれたら私頑張れたかもしれないのに。あ、遅いよ水島。何が遅いんだよ。もう遅いよ。さよなら水島。遅い。Oh.
どうしたの？その怪我。ちょっと、大丈夫。ミロちゃん？貝塚ひろこ。貝塚ひろこは、また休みか。さくらあきら、さくらあきら、また休みと。みよちゃん、ほっぺたになんかついてるよ。何何？なんか殺人事件だってよ。俺は刑事生活長いつもりだけど、なんだあれ、あんなひどいのは見たことないな。人の原型とどめてないもんな。目撃者少し落ち着きました。よし、あんたが目撃した犯人の特徴を聞かせてくれないか。見てねえよ、うん、あんたさっき犯人人間じゃねえ。は？人間じゃない？ありゃ、ありゃ、鬼、鬼だ。鬼だ、鬼だ、鬼だ！被害者の身元が判明。尾崎美早、年齢11歳。で、試験官はどうだった？秋。あ、聞いたよ、聞いた。さすがお兄ちゃん、ミミズはいまいちだったけどね。試験管はまだ使えるな、ありゃ。でもマジで蹴っ飛ばすなよ。振りだけでいいからな。やらないやらない。怪しいな。蹴っ飛ばす真似だけでも正気じゃないんだから。蹴っちまったらシャレにならないからな。大丈夫、私そんな悪い子じゃないもん。へえ。お前の部屋誰かいるの？なんで？今、なんか…なんだ？こいつ…
ちゃん。シーナ、シーナ、あの、ミヤコ。黙ってな。でも、偶然だって。ここまでも白く日のことは覚えている？初めて出会った時のこと、一緒に遊んだあの路地、あの夕日の色、背負った十字架とともに心に埋めたのは思い出、守りたいものはシーナ。次回、未来の子供たちに送る。私最後まで頑張ったよ。